はい、それではですね、こちら、愛知県へ到着しました。まずはね、愛知県で海鮮を食べようということで、途中なんですけども来ました。来たのはどちらですか、こちらは。愛知県の西浦温泉です。西浦温泉付近ですね、はい。まずは、海鮮を食べて、そこから静岡に向かいたいなと思います。静岡浜名湖がね、ゴールになってるんですけども、こちらのとこ行きます。どん、ありがとうございます。マグロ以外地物が載ってます。へえ、マグロ以外地のものですって。あ、おでん来た。はい、メヒカリの唐揚げはまるで追加注文あれば OK。 完食、ごちそうさまでした、はい、美味しかったです。それではまずチェックインしに行きましょう。はい、あ、これもらったようで何もないし。はい、ということでね、今からはホテルチェックインしたんですけど、外行きます。今日朝言ってたんですけど、視聴者さんにね、会いに行くということなんですが、これは一応サプライズなんですよね。喜んでくれるかどうかわからんけど、ほんまはカメラマンしか行かへんって言ってるけど、まあ、最後に僕行ってどうでしたかみたいないう感じで、なんか普段セカンドチャンネルから見てくれてる人らしくて、メインも見てくれてるけどって言ってたから、まあ、喜んでくれへんことはないじゃん。奥さんはぐらいやけど、まあ旦那さん喜んでくれそうです。言いましょう。はい、ということで、浜名湖の前まで来ました。今日はね、こちらで撮影してるみたいなんで、もう最後ほぼほぼ終わってるみたいなんで、突入したいなと思います。マジでどんな間取りとかも聞いてへんからどうなってんか知らんねんけど、入るんかな。いただきます。はい、チーズ。
ごめん、どうぞ。はい、チーズ。ちょっと、申し訳ないです。はい。2人で。あ、全然です。はい、ということでね、撮ってきましたが、いい人たちでしたね。いい人たちだったな。いい人たちだったね。美男美女でね。うん、美男美女で。で、お母さんもめっちゃ若い。うん。もうちょっと待ってください。ありがとうございます。気をつけて。はい、ということでね、今からは、ホテル、実はさっき撮ってたと思うんですけど、ホテル撮ってた理由はカメラマンのために撮ってたんです。だから、まあ、カメラマンの人ね、いつも僕ほんまこき使いまくってるからね、たまにはお礼させてもらわなあかんと思って、こんな時じゃないとお礼できないんで、ホテル撮ったんで彼女さんも呼んで、泊まってくださいっていうことで、撮ったんやけども、なんかわしらも結局泊まるということになってね、私たち別に帰れるんだけどもね、泊まるということで一緒に泊まりますが、今からホテルへ向かいましょう。レッツゴー。ホテル到着しました。だいたいうちの嫁は飯の時急ぎがち。どこだ？そこそこまっすぐ。さあ、鉄板だぞ。楽しみだぞ。いいよ、おもてかけてるから。うわ、朝ということで、2日目の朝です。お風呂なんか入ってね、最低限に手立てして6回入って、合計で3回入ったってこと。で、朝から食べたら、もうちょっと入ってんじゃん。じゃあゆっくり帰ります。あそこに泊まらせていただいてたんですけどもね、露天風呂から外丸見え状態ということで、もしかしたら朝ね、僕の全裸は見られてたかもしれませんけども、いや今回ねここで締めたいなと思うんですけども、非常にいい方にね応募してきてもらいました。なんかコロナでちょっと結婚式ができひんかったっていうことで、ほんまになんかどうしようかなって思ってたところで、ちょうど僕が募集かけて、セカンドチャンネルなんですけどね、セカンドチャンネルで募集かけさせてもらって、でぜひねウェディングの動画依頼したいということで、まあ、今回僕からプレゼントさせてもらうってことやったんで、喜んでいただけてよかったです。でその後はね、普段お世話になってるカメラマンもね振り回しばっかりやからね、ホテルでちょっとゆっくりしていただけたんじゃないかなと思うし、何よりもねうちの嫁もね楽しんでいただけたみたいでね、よかったかなと思います。もし撮ってほしいとかっていう方がねいらっしゃれば、うちのカメラマンもね受け付けてますので、下の方からどんどん見ていただければいいかなと思います。まだちなみにこの恩返し企画3組いてますので、その1組目が終わったってことで、あと2組の方いらっしゃいますので、それもまた楽しみにしていただければいいかなと思います。おいばあさん、昨日夜中ほんとここでじゃあ魚釣りしたのかな。知ってたんじゃん、下丸見えやもんな。綺麗やな。綺麗だね。おお風怖っ。落ちるぞ。落ちる。じゃあ一旦この辺で終わりたいなと思います。いい景色で最後終われるね。ねえ、すごいよ。いや、そうじゃなくて最後締めやってっていう。あ、締めやって。うん、そのアメリカ的なスタイル戻れない。何すればいいの締め。一泊二日静岡旅行でした。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ここ静岡じゃないよ。あ、愛知かこれ。はい、では見てもらって、声入らん、それじゃあ。はい、では見てもらってありがとうございました。
うざいやん、だいぶ。もう一回ね、はい、はい、見てもらってありがとうございました。以上で東海旅行の終わりです。ペコリ。